川上千尋は日本の女性声優、イラストレーター、埼玉県出身、スペースクラフトエージェンシー所属。声優を意識し始めたのは高校生の時で入学式の日に自己紹介をした後、声優好きの同じクラスの女子が声が特徴的だから声優になった方がいいよと言ってくれたことがきっかけである。両親が共働きだったため、 学校や習い事に行く時間以外は、一人で夕方にアニメを見るのが習慣だったとのこと。特技は、油絵、イラストで、中学、高校の美術の教員資格を有し、自身の出演する番組や、朗読劇ではイラストを担当しており、美少女イラスト雑誌、いいににて連載している、自身のコラム内のイラストを担当していたり、ドラマ CD、アニメ玉え。 天生の巫女ドラマ CD とたりたまえ四季偶、七瀬の挑戦。マイナスの付録冊子では、自身が担当した鳴神原らのイラストを寄稿している。赤星インコ愛好家であり、ツイッターに写真を投稿したり、自作のインコカレンダーを制作している。現在飼っているのは空、愛、和歌、緑、日和、天、苗、炉の八匹である。 2010年4月から2015年11月まではプロダクションバオバブに2016年4月から2018年10月まではオブジェクトに所属していた2019年3月からはスペースクラフトエージェンシーに所属ふとじはメインキャラクタードラマ映画はインターネット配信ありがとうございます